はこんにちは。わくいねやがた、わけあって途中からになります。させろお前。このね、大浴場で鍵を取ったところまでやりました。以上です。で、今ね、巻いたところ。ゲームね、MV な作ってるんですけど、作る MV って結構重いんですよ。重いっていうか、ちょっとね、格付きやすいところがあるんですよ。最初の当初のところに比べてね、作る MV はまだ、今の方がまだ全然改善されてるんですけど、作る MV ができてさ、当初の数ヶ月ぐらいは、めちゃめちゃ重かったんですよ。本当に、このパソコンでもね、辛かった。描写がいいやつだ。今ちょっとマシになったんだけど、それでもちょっとカグつくところがあるんで、そこでラグが発生して、ボンミスすることがあるんで、その辺ご了承ください。てか、城かよ。絵画室ってどこ？あ、1階か。あ、2階か。なに、ぐるっと回るか。初見なんで、どこから来るかわかんないんで。大浴場会議室。ごめん、ちょっとわかんない。前は確か食堂じゃなかったか？食堂の確か時計がゼンマイ式だったと思う。
ああ。どれだ。よいしょ。初期の青鬼のバージョンと、初期の青鬼のバージョンと同じで、固定のところのイベントを起こすと、そのイベントでから、敵が出現するというパターンで、最近の青鬼のバージョンみたいにランダム出現じゃないやつなんで、あのイベントを起こすとこいつが出てくるっていうイベントフラグなんで、何もしてない時に急に現れるとか、次元式とかで出てくるとかっていうのは、このゲームないみたいです。ネタ割れするとゲームシステム的な意味で言うと、旧アビオリみたいなバージョン。本当に。で、ここで大浴場行って。なんで次の出現するポイントまでの行きますね。この後次に部屋を出て、この部屋出て右から来ます。いいですね。で、このマーデンゲームはこのテーブルを越えれないので、椅子と思ったらテーブルなんでできないです。次元式じゃないんでマップ移動で消滅するんで、とにかくマップを切り替えることを優先しますね。あ、ミスったかも。ごめんね。ちょっとミス。一回集休で行きましょう。無駄に早いからね、こいつ、敵が。
きましょう。次から行きます。この後敵来るんで気をつけてください。執務室から来ます。ごめんね。2回か、ここ。子供部屋から次は敵が出てくるんで気をつけてください。中庭ルートですね。
で、次、ここにスイッチあるんで、ここを押してください。コレクションルーム行きましょう。あとは和室だね。あとね、空いてない部屋は、ここはもう全部開けたので、ない。1階はないですね。2階も、あと空いてないのは、和室だけかな。3階はコレクションルーム、今から開けようとしているところ。と、あと、空き部屋。この2箇所ですね。まあ、2階の和室入れて3箇所が空いてないと思われます。作ったゲームの、紹介ページ、クリームさんですね。には、この人形の腕を手に入れたらセーブをしてくださいということを文化分岐するらしいんで、はい。なんでここで、ここから分岐するらしいんですわ。A に行っちゃうとイベントがそう、資質の A に行っちゃうとイベント進行しちゃうんですわ。
なんで1から4まで全てこの人形の腕を手に入れた状態のセーブなんで、ここからエンド分岐をします。まあ私初見なんでちょっととりあえず分かんないんですが、わかりました。渡り廊下ルートで邪魔しますね。大丈夫、ではイベント起こしますね。このイベントはすっごく長いんで、bye.
で、次は、こっから出ようとして、ここで曲がらないとダメなんで。あと空いてない部屋はもうないかな。ないね。全部開けたね。で、これ取ったら敵がまた追っかけてくるんで、巻きます。訓練。